稲田悦子は、日本の女性フィギュアスケート選手、コーチ。1936年ガルミッシュパルテンキルヘンオリンピックのフィギュアスケート競技女子シングル日本代表。戦前、戦後合わせて全日本選手権7回優勝。日本の女子フィギュアスケートの先駆者でもあった。大阪府大阪市出身。バイカ高等女学校卒業。1936年。 ガルミッシュ・パルテン・キルヘン・オリンピック1937年、右は、片山俊一稲田はノ九は1924年、大阪の稲田と時計店の末娘として生まれた。1932年、8歳の時から長井康蔵に、スケートの指導を受け、才能を開花させた。1933、1934、全日本ジュニア選手権優勝。1934、 1935全日本選手権優勝した。1935年11月日本代表選考会で総得点1745.3点で2位の東郷玉子を300ポイント以上引き離して優勝した。これはスクールフィギュア、フリーともに男子シングルをはるかにしのぐ高得点だった。新聞の選票では スクールにおけるフィギュアの大きさによってもあの小さな体であれだけこなしていれば十分でターンの性格は男子も及ばない状態であると絶賛された。代表決定の法を受けてうちなソニア・ヘニーの姉ちゃんだけがコハイニアと発言した。1936年1月にドイツのベルリンで開催されたヨーロッパフィギュアスケート選手権に出場しその際には ドイツの総統であるアドルフ・ヒトラーと握手している。同年2月、稲田はドイツで行われた、ガルミッシュ・パルテン・キルヘンオリンピックに12歳で出場した。これは、2020年現在におけるオリンピック日本人三連勝出場記録であるのみならず、第二次世界大戦前の冬季オリンピックに参加した、唯一の日本人女子選手であるなど、歴史的な出場であった。そのためか、 稲田は日本の女子フィギュアスケートの先駆けの選手としても有名である。稲田はこの大会で白い服に赤いカーネーションをつけた衣装を着てドイツのミリタリーマーチで演技し人気を呼んだ。秩父の宮記念スポーツ博物館に展示されていた衣装は同館会館時に寄贈されたものに稲田の晩年本人の希望により胸の日の丸のアップリケとカーネーションを当時とほぼ同じように復元。 追加したものである。成績は26人中10位であったが、この大会で優勝し3連覇を飾った、ノルウェーのソニア・ヘニーが、近い将来必ず稲田の時代が来ると断言した。稲田は練習するヘニーの姿を見て憧れ、晩年にオスロのヘニーの自宅を訪ねたことがある。稲田はなお、このガルミッシュパルテンキル編オリンピック出場時にも、スピードスケート代表の南、 ほら国をと共に観覧に来ていたヒトラーと握手をしている。身長127センチの稲田を見て開会式でヒトラーがあの小さな少女は何をしに来ているのかと側近に尋ねたという。オリンピック後の3月にフランスのパリで行われた世界フィギュアスケート選手権では10位となっている。稲田は翌1937年から1941年まで 全日本選手権女子シングルで5連覇を達成し、1938年には、橋本国彦が稲田の活躍を称え、更新曲、楽しきスケーターを作曲、ワルター・ペータース・ノワルツ、ノブル・タイと共に録音し、ビクターからレコードが発売された。1940年の札幌オリンピックの有力な選手として期待された。だが、日中戦争が長期化するなど、 国際情勢悪化により1938年に日本が札幌オリンピックを返上したため、2度目のオリンピック出場の機会は失われた。バイ高等女学校を卒業後は専門学校で英文を学んだ。第二次世界大戦中は満州に異門に行き、凍った川でスケートを滑ったことがあるという。1945年の終戦は奈良県で迎え、 終戦の翌年に結婚し家庭に入った。戦後の1949年にカムバックを果たしたが、私生活では離婚を経験した。1951年には7度目の全日本選手権、女子シングル優勝を飾り、イタリアで開催された世界フィギュアスケート選手権に、有坂隆介と共に日本人選手として15年ぶりに出場した。しかしタイツを、 男性用の桃引きで代用するなどの苦労をし、また、楽曲の選択でも世界の潮流に遅れ、23人中21位と良い、結果は得られなかった。1952年に現役を引退して、コーチに転身した。指導者としては、上野純子、石田春子、福原美和等の選手を育て、後続へのフィギュアスケートの指導も行った。東京、青山で、 ブティックも開いていた。ゴリムは参加することに意義があるなんて嘘。本番のたった一回のチャンスに成功し、一位にならなくちゃとの言葉を残し、生涯の信念は、世界一になるには努力、努力、努力、であったという。2003年7月8日、稲田は胃がんのため、千葉市内の病院で死去した。十九歳没。築地本願寺で行われた葬儀には、稲田が、 皇族にスケートを指導した縁もあり、天皇皇后をはじめとして、多くの皇族からの喧嘩がされた。中西彩の小説、テルテル坊主のテル子さんに登場する、フィギュアスケートのコーチは、稲田がモデルとされている。2003年度後期の NHK 連続テレビ小説、テルテル家族では、稲本栄子として、石野陽子が演じた。ありがとうございます。